うわ、美味しそう。美味しそうですね。なんだ、うん、なんだ、岡子さんも調査中です今、はい、タタログギフトでね、うんうん、選んだんだよね。選んだね、うん、いや、あればあちゃんが買ってくれたやつじゃなかったっけ、うちらに。あれ、そうだった、忘れちゃったな実家から持ってきたのはオーブンの方だろ。あ、そうか。で、捨てちゃったじゃん。こっちもいい。どうしたの。嬉しそう、嬉しそう、嬉しそう。なぜなぜ置き場所大変じゃない？うん、いや俺も思った。だからもう箱のでかさからしてさ、これ結構置き場所大変だなと思って。よいしょ。まあもうストアに入れるぐらいのレベルだねこれね。よいしょ。でかっ。たこ焼き屋です。それそうだけど、でも買ったの。あ、買ったの。ちょっと見て見て、それ何。あー、これね、ダメ。実はね、あんま良くないんですよ、これ。何がダメ。え、この金属だから結構ね、これを削っちゃってね。あ、ダメじゃん。ね、いっぱい作っちゃったから保存できるようにで、こんな入ってる。種、種いっぱい作っちゃったの。そうそうそう。で、タコと、あ、キャベツ、うん、タコ、タコ、うん、紅生姜、紅生姜、小ネギ、小ネギで、あと明太子。それ明太子。おお。あと牡蠣も。牡蠣すごいね。ちょっと牡蠣いいなと思って。え、牡蠣のたこ焼きってこと？たこじゃないけどね。そうだね、牡蠣焼き。横でこっちは？これおかかさんに。おかかさんに。まあでも、うん、適当なんだけどね。小麦粉でなんか米粉がなかったから。食べれるかもしれない。うん。うまく焼けたらな。まあ、あのー、ハロウィンの残り肉、うん、あれ最初あれ入れないんだ、タコを焼けって、焼いた方が美味しいって、宮田子さんに言ってた。宮田子さん方式なんですか。ちょっとやってみたくて、美味しいのか知らんけどね。まあでもいい匂いする、タコ、うん、でももういいんじゃない。レッツゴー。やっほい、いいよねこれがね。結構さ、溢れるぐらい入れるよね、はい、このやっぱり丸くなんないもんね。種だいぶ入れたね、うん、入れすぎた。わかんないよ。いや、なんでさ、そう、何にも見ずにやったの。できる。うん、いや、だって入れすぎたもんね、明らかに。どう、うん、途中は斜めにしてた。うん、でもなんか美味しそうだよ。でも、うん、でもちょっと弱いな、やっぱり。結局この竹串にしたっていうね。そうだね、竹串の方が回しやすいんだよ。いいんじゃない、ポコポコしてるね。うわ、美味しそう。いいですね、お客さん、うん、できてるよ。おい、うわ美味しそう。いいね。ひょんって言ってる。ひょん。ちょっとあれか。わー、出来上がり。なんだ、あと違う、あの、かつお節。何、かつお節だ。いいんじゃない。うわー、あ、美味しそう、それ踊ってるぞ。美味しそうだ。食べてみようかな。うん、あと熱いよ、気をつけて。うん、うん、うまい。うまいね。うん、おかかさんどうかな。おかかさんのできるかな。おかかのって分かった？さっき。おかかちゃんのたこ焼きだよ。おかかさん用ですね。おかかさん用。もう出来上がりましたか？まだもうちょいですね。なんかちょっと小麦粉少なかったっぽくて。はい。だってあれでしょ、分量適当なんでしょ。それはできないよあなた。繰り返せない、完全に返せなくなる。あれおかしいな。あれ、これちょっとなんか大きさが違う。でもいい感じじゃない、ね、おかかたこ焼き。おかかたこ焼 き、ほら、ああ、いいじゃん、綺麗じゃん、ね、ネギは平気だね、ネギの代わりに。
うわ、美味しそう。美味しそうですね。いいんじゃない？あ、大丈夫そう。あ、じゃあいいじゃん。お、ぶ。ちょうどいいんじゃない？大丈夫だって言ってるおかかも。うん、トロトロだぞ。どうぞ、おかかさん、食べください。美味しい？美味しい？どう？うわ、うわだ。なんかかっぱらっていっちゃった。あげようか。よし。どう？パクっていっちゃってない？あ、ちょっと待って、おかかさん。ちょっと待って。一回見て。あ、次、1個いっちゃう？ね。ちょっと待って、おかかさん。食べれてる？ちょっと貸して。どこにいんの？なんかコロコロしてない。見えてる？そう、見えてなくない？コロコロしてる。見えてる？意外とちょうどいいのかな、コロコロで。そうかもしれない。中がチャームしてるね、おかか。ごちそうさまでした。おいしいね、おかか。もうちょっとあるんじゃないかと思ってるね。あ、これおいしいよ。あーっと、おかかちゃん、お水飲んどいで。忙しい。うん、おいしかったね、おかか、これ。よかったね、うん、またね、うちらがたこ焼きやるときにはね、おかかちゃんのたこ焼きもできるね。そうだね、今度は米粉入れてあげるね。もっちり感を出すよね。またね。